一流祭忠ださんは、公爵氏の名跡。本名や少年は不明。浅草流鳳寺と早稲田宝泉寺の二箇所に墓所があり、没年を、前者は安政2年9月2日、後者は安政5年8月5日とする。武功年表の記述から、後者の信憑性が高い。初代金城祭天んの門下。関根木安、高段根弱端では、関岩だったために、 同じ石岩の伊達政宗の本名の、随岩寺伝帝山前理大古寺にちなんで、帝山と合したと伝わる。得意演目は、伊達表情。本名や少年は不明。石根木案、後段根着端では、本名は、杉江坊、御家人の出寺だとされる。天保十年明治七年三月十四日、三十六歳の若さで溶接した。初代帝山の門下で、 初代総流祭提供、初代新流祭帝水を経て、二代目、一流祭正さんを襲名した。矢の倉に住んだため、矢の倉の定山と呼ばれた。世話物を得意とした。1858年に、岩見茂太郎実記を上し、本名、内山港七、天保六年明治二十二年三月二十一日、去年五十五、魚屋のせがれとして生まれ、初代、 伊藤長家に入門して、カリンと名乗る。しかし、才能がないとして、波紋を宣告されたため、二代目帝さんの門下に転じ、初代優位帝吉を名乗る。1874年、二代目帝さんが溶接したため、三代目、一流斎忠さんを襲名する。1885年、一流斎定城に四代目、一流斎忠山の名を譲り、 自ら初代金城祭筆と山を襲名した。義士殿、黒田騒動、石山軍記などを読み、大石倉之助を尊敬していた。墓は、渋谷区駄ヶ谷の幸運山随縁寺にある。戒名は、人山神道古事。本名、杉江翔太郎、安政元年明治23年5月19日。去年37。父は、地方周りの公爵士、一流祭ただしのぼる。 三代目一流祭ただし山に入門し、初代一流祭ただし花から初代昇竜再定城を経て、1885年、三代目一流祭ただし山が、初代金城斎一山と改名したのに伴い、四代目一流斎正山を襲名する。しかし、間もなく教皇内動脈瘤で溶接した。現時元年2月7日、 江戸神田田町の青山善蔵の子として生まれる。十四歳の時に聞いた三代目、一流才ただし山の、蘇我物語に感銘を受けて、弟子入り、二代目、一流才ただし花を名乗る。二代目、一流斎定常を経て、千八百九十年、五代目定山を襲名。千九百七年、四代目、一流才ただし山の弟子の三代目、一流斎定常に、 定山を譲り、自身は三代目近城祭天山を襲名。本名、増井長志郎、東京府生まれ。明治九年十一月二十六日昭和二十年三月十日。千八七六年十一月、東京銀座の袋物賞、富田屋に生まれる。十一歳で四代目、一流祭忠山に入門し、三代目定花を名乗る。死が没死したため。 譲り弟子として五代目、一流祭正さんもへ移る。初代有意吉兵、初代伊藤智優の貢献で三代目定常を襲名し、21歳で新内昇進。1907年、六代目、一流祭正さんを襲名。1945年3月10日、アメリカ軍による東京大空襲に被災し、隅田川で死去。三代目、神田白山、二代目、 大島白鶴と共に売り出し、尺界の三番ガラスと評された。その流れるような調子から、水道の蛇口と評された上に、多様な演目を持ち、特に、義志殿はお家芸であった。公尺師でありながら落語協会の頭取りを務め、色物の寄せにも積極に出演した。本名、佐藤帝之助、東京府生まれ。 明治40年6月2日昭和41年12月7日、東京市猿江神城小学校卒業。1907年6月、東京府東京市深川区に生まれる。1922年3月、六代目、一流斎忠山に入門し、本名から一流祭定之助を名乗る。1931年3月、六代目、一流斎忠鏡と改名し、 新内昇進。1947年3月、七代目、一流斎忠史さんを襲名。1966年12月7日、脳出血により死去。道具寺掛けの階段物を得意とし、お化けの定山の異名を取った。一方、魏志伝や荒木又江門といった古典もよく読んだ。また、講段組合の副頭取を長く務めた。落語家の五代目古根典。 新章の芸を、その無名時代から高く評価し、何かと援助したことでも知られる。1947年、七代目、一流歳ただし山の長男として生まれる。1966年、父が没したため、四代目、神田白寺の養子になる。1970年4月1日、立正大学文学部国文化卒業後、四代目、神田白梅門に入り、 上の本目定で初講座。1971年、二つ目昇進。1977年、新内に昇進し八代目を襲名。1989年、文化庁芸術最小受賞。2001年、講談協会理事。2021年5月26日、心不全のため、東京都内の病院で死去。73歳坊打つ。 ABCD 吉田治、東都講談し物語中央公論事業出版、2017年6月、31から33ページ。ABCDE 吉田治、東都講談し物語中央公論事業出版、2017年6月、33から35ページ。ABCDEF 吉田治、東都講談し物語中央公論事業出版。 2017年6月35から38ページ。ABCD 吉田治む、東都講談し物語中央講論事業出版。2017年6月38から39ページ。ABCD 吉田治む、東都講談し物語中央講論事業出版。2017年6月39から43ページ。 ABCDEFGHIJK 吉田治、東都講談し物語中央公論事業出版、2017年6月、43から50ページ。ABCDEFGHIJ 吉田治、東都講談し物語中央公論事業出版、2017年6月、50から55ページ。もともとは、深川区深川猿江町のに建てられていたが、 関東大震災で、校舎内部全焼したため、同区猿浦町に進行舎移転し、現在に至る。ABCDFG e F, G, 吉田治、東都講談師物語中央講論事業出版、2017年6月、55から56ページ。講談師の一流祭帝山さんが死去、73歳、講談協会場任理事も引く読売新聞オンライン2021年6月1日。 高男子の一流祭低山山死去。産経ニュース。2021年6月4日閲覧。ありがとうございます。